YouTube 2回目の投稿になります。ミュウです。今日はというよりも今日もセブンイレブンの商品なんですけど、今日は新商品ではなく、なんか美味しそうだなって思ったので買ってきました。ミルクティーの生ガトーショコラアールグレイ仕立てです。結構ちょっと美味しそうじゃないですか、アールグレイっていうのが。昔、なんだろう、こんなような形に入ってたチーズケーキが結構お気に入りで、結構毎日食べてたことがあって、今もあるのかもしれないんですけど、これ開け方合ってるのかちょっと不安になる感じ。あ、なんかチョコとアールグレイって感じの色。なんか贅沢そうなのかな。いただいていきたいと思います。濃厚。ガトーショコラがすっごい濃厚。美味しい。アールグレイも結構しっかりした味が、なんかポロポロ落ちてます。あ、でもこれはコーヒーといただきたいスイーツかなって感じですね。おいしい。ということで今日はジャム、牛乳を用意してます。めっちゃ合う。なんか私的にデザートをこんな感じに手で持って食べるのって贅沢だなって思うんですね。お皿に乗っけて食べればいいっていう感じなんですけど、なんかでもちょっと大人な感じかな、どっちかというと。若干苦みもあって、チョコの甘さがドワッときつつ、苦みもある、そしてアールグレイが大人感を引き立てている、そんな感じ。これは結構好きかなっていう感じです。牛乳が何より合うかな。すごいボロボロ落ちてくる。ちょっと目線がどこ見ればいいのかたまに迷う。
美味しい。うん、あっという間に完食しました。ちょっと食べるときに飛び散るので皿を置いた方がいいのかなと思います。うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ね、昨日投稿した、昨日とか今日の日付変わって今日なのかな、動画にコメントをくださったティモ様、ありがとうございます。続けて頑張りたいと思うので、これからもよろしくお願いします。で、見てくださってる方も、また今後ともよろしくお願いします。ではこれからご飯を食べに行ってきます。またバイバイ。